春ぐらいから日本に上陸する新しいアウトドアカトラリーを紹介します。メイドイン USA、 ノーマルとちっちゃいのがあります。大きいモデルとちっちゃいモデルのサイズの差です。大きな方はメイドインジャパンのホープーンとほぼ同じサイズ、ちっちゃい方は GSI と近いのかな、 GSI よりもちっちゃいか。だいぶ小さなスプーンフォークです。でこれ簡単に説明すると、後ろでパチンと連結されてるだけで、無理やり剥がすと2つに分かれて、スプーンの後ろにはナイフがついてます。フォーク部分は四角いスコップみたいで、なかなかかっこいい質感が、なかなかいいです。これなんていう素材なのかはよくわからないんですけど、音も硬い感じですけど BPA フリー、簡単に外せて、しかも、連結ができます。これぐらいか、長いサイズで使えます。でこのスプーンのこのすくうところはヒューマンギアと比べるとこれぐらいのサイズ差です。もちろんこの大きい方、ノーマルタイプと比べると結構で、本当に普通のスプーンサイズで、もちろんこのノーマルサイズもここでパチッと大きいスポークに変身します。大きい方が 22g で、ちっちゃい方が11g。ちなみにライトマイファイヤーは 9g、 GSI のこのスコット伸びるやつは 9g、 10g、 2g 差、小さいのでも全然問題ないぐらい。日本で何色展開するかまではまだ分かりませんが、カラー展開も豊富でした。大きい方はインチ表示もあります。1インチ、2インチ、3インチ、4インチ。パッキングですよね、気になるのは。25巻がぴったり入る GSI のソロイストだと残念ながら入らない、少しで斜めには入ります。110巻がぴったりサイズの GSI のミニマリストは斜めにしてちょうど入るぐらいです。スプーンフォークが欲しくなるのはやっぱフライパン使うとき、エヴァニューのウルトラライトフライパン 900ml だとこういう感じで、もう余裕で入る。大きい方だと入らないです。数人で料理するときはこの大きい方が使いやすくて、一人で料理作るならこのちっちゃい方で。本日は今年の春日本に初上陸トライテンシルカトラリーを紹介しました。